CST-100 スターライナーは、ボーイング社が、NASA の商業上院輸送開発計画の下で、開発中のカプセル型有人宇宙船である。想定されている任務は、国際宇宙ステーションや、民間企業による、ビゲロ商業用宇宙ステーションのような、宇宙ステーションへ上院を輸送することである。飛行中の CST-100 外艦は、ロッキード・マーティンが、 NASA のために開発しているオリオン宇宙船と似たカプセル形状である。正確な寸法は発表されていないが、アポロ指令船よりも大きく、オリオン宇宙船よりも小さい。低軌道への輸送のみに使用される予定のため、オリオン宇宙船のような地球外軌道まで飛行するための装置は搭載しない。スターライナーは最大7人の乗員を乗せることができ。 生命維持装置は低軌道仕様で小型軽量化されるため室内空間の容積は大きく取れる。軌道上に最大7ヶ月間滞在し最大10回再使用できるような設計である。NASA は2010年に CCDEV-1 契約としてボーイング社にこの宇宙船の基礎設計として1800万ドルを払った。 また2011年の c c d f 部マイナスに契約では9300万ドルの契約を受注した。スターライナーはアトラス V、デルタ4とファルコン9を含む様々なロケットに適合するよう設計されるが、当面はアトラス V での打ち上げを予定している。スターライナーはパラシュートで降下した後、 6機のエアバッグを展開して衝撃を吸収する形で陸上へ着陸する。非常時には洋上着水も可能であるが、この場合はエアバッグは使わない。打ち上げ時に使わなかったアボートシステムの推進薬は宇宙ステーションの高度の引き上げに使うことも可能。打ち上げ脱出システムの試験確定契約の全額の支払いを受けるには CCDEV-1 の スペースアクトアグリーメントで2010年に設定されたイカマイルストーンを満たす必要がある。ボーイングはこの計画が承認を受け十分な予算を確保できた場合はこのカプセルを2015年には運用できるようにする予定だと述べた。この計画は NASA の支援なしでは実現は困難であり商業利用の観点からは国際宇宙ステーション以外の目的地の確保も 必要であるため、ビゲローエアロスペースと協力することは重要であるとも、述べた。2014年9月16日に、NASA は、CCD f の第4ラウンドに当たるクトキャッププログラムへの参加企業として、ボーイング社とスペース X 社の2社を選んだと、発表した。この契約では、NASA からボーイング社に42億ドル、スペース X 社に26億ドルの資金が提供され、 NASA の宇宙飛行士を最低一人登場させた有人宇宙飛行を最低一回実施してその性能を証明することが定められている。初打ち上げは当初2017年とされていたがその後の開発の遅れにより2019年12月となった。カプセルのモックアップボーイングは NASA のアポロ計画スペースシャトル国際宇宙ステーションや 国防省のオービタルエクスプレス計画の経験に基づいて本宇宙機を設計している。CST-100 はオリオン宇宙船からの技術的な流れはないが、ロッキード・マーティン社からの技術支援を受けてビゲロー社が開発を進めていたと伝えられたオリオンの派生機種であるオリオンライトと時々混同された。ドッキング機構としては、 アンドロジナスドッキング機構を使用し、熱シールドには、ボーイング軽量アブレーターを使用する。当初のボーイングの報道発表では、CST-100 という名称ではなかった。CST-100 という名称が、世間に最初に伝えられたのは、ビゲローエアロスペースの CEO のロバート・ビゴロによる、もので、彼は2010年6月にこのカプセルを、 CST-100 と呼称した。CST は c ル u s p a c e t ランスポーテーションの略で、数字の100は宇宙空間との境界であるされる高度 100km のカーマンラインを表す。2015年9月4日、ボーイングによりこの宇宙船にスターライナーという名称が与えられたことが発表された。この名称は同社の歴代の旅客機ストラトライナーや、 ドリームライナーに連なるネーミングとなっている。ありがとうございます。